外務大臣に再任されました岡田克也です。先ほど総理からもさまざまな宿題をいただきました。一つはやはり日米同盟の深化、そしてその中には当然ですね、普天間問題に関する対応ということも含まれております。日米合意できましたが、できておりますので、その日米合意を実現するために、しかし同時に沖縄の皆さんのご理解をしっかりいただけるように全力を挙げて努力をしていきたいというふうに思っております。もう一つはアジア太平洋における連携強化、例えば中国や韓国や ASEAN やあるいはインドと、東アジア共同体という大きな将来の目標を掲げながら、しっかりとその連携を図っていきたいというふうに思っております。そしてよりグローバルな問題、私も力を入れてまいりました核の軍縮不拡散、あるいは地球温暖化、貧困の問題、あるいはアフガニスタンなどに見られるようなテロへの対応と、そういった問題について今までもさまざまやってまいりましたけれども、これからですね、そういったものをしっかりとですね、成果を出していきたいというふうに考えているところであります。以上です。ご質問どうぞ。はい、どうぞ。読売新聞の伊藤と申します。前政権では、政治と金が大きな問題となり大臣につながりました。国であるために、大臣は何が一番大切だと。クリーンかどうかということよりもですね、やはりきちんと法律にのっとって、我々政治活動についてですね、収支報告求められているわけですから、それをきちんと報告するということがまずいろんな議論の前提として私は必要なことだと思っております。はい、どうぞ。アメリカのですね、NHC 国家安全保障会議のベイダーさんが講演で話しているので、ですね、地元の反発があっても日米合意実施すべきだというような趣旨の、具体的なお話としては、すべての政治は地元の意向だけで決まるのではないというふうなお話をされて、その意向が、地元の反発があっても進めるべきだというふうに受け取れるようなお話をされたわけなんですけれども、その意味ですね、日米合意がある中で地元合意まだ取れてない中で今後どのように進めていくのか、地元合意が取れなくても合意を日米合意を進めていくおつもりお考えですか。今のご質問はちょっと議論に無理があると思うんですね。ですから地元のだけで決まるわけではないというのはその通りでありまして、それはやはり抑止力、日本の国民の命をしっかりと守っていくという責任が政治にはありますから、そのことと沖縄の負担軽減というものをどう両立させていくかということが問われているわけであります。ですから今引用されたベーダー氏の発言もですね、別に地元のことは全く考慮しなくていいと、そういう趣旨で言っているのではないと私は理解しております。はい、どうぞ。読売新聞の中でありますが、前幹事長のですね、政治審査会と関門要件に対しては交代すべきだとお考えでしょうか。これは小沢さんも幹事長を入れられましたので、あとはご本人の判断だと思います。よろしゅうございますか。よろしいですか。はい、岡田大臣ありがとうございました。はい、